まあ、番組が始まったのは、えー、1996年。だから、ロングバケーションの第1話がオンエアの時に、えー、10時から、スマスマっていうのが始まるっていう、えー、そういうタイミングだったんですけど。うん。いや、最初は、なんか、どう、 自分が存在していいのか分かんなかったっすね。いや、だから9時からは、ロングバケーションっていう、まあ内容のドラマをやって、それが終わった直後に、田村正和さんのモノマネとかをもうやらせてもらってたんですよ。松田優作さんの探偵物語をなんか真似させてもらったりとか、 それこそピンクのプードルになったりとかしていて今でも覚えてるのが当時スマスマのプロデューサーをやってくれていた荒井さんっていう人が今度その拓也がやるロングバケーションっていうドラマそれがまあ終わってスマスマがはい始まりますっていう時にえーロンゲバケーションっていう コントをやろうと思ってんだけど、どうかなって言ってきた、プロデューサーが言ってくれた言葉に即答で、いや、ないっすねって答えたのを覚えてますね。はい、あ。もうね、どう存在していいかわかんなくて。うん。しばらく戸惑いましたね。うん。だってタイトルもね、スマップスマップっていうその、 この間、タモさんも、おかしいだろ、この番組タイトルっていうふうに言ってくれてましたけど。うん。で、スマスマって毎回、あの、収録日が、水曜日と木曜日っていう。まあ、これが20年ずっと続いてきたんですけど。だから、ドラマの撮影とかを始めると、共演者もスタッフも、水曜日と木曜日っていうのは、 撮影ができないっていう。だから、要は、撮球になるわけですよ。で、その撮球の日に僕らはスマスマを撮って。で、また金曜日から、ドラマの撮影、映画の撮影っていう風に、ずっとそれを続けてきたんで。うん。結構、そうね。いろんなことやりましたね。いろんなゲストの方も来てくださいましたし。 だそれがねあの始まった当初は6人だったのがその中で5人になったりそれこそ5人が4人になってる場合もあったしそういう時期も全部こう自分たちと同じ目線でスマスマを向き合ってくれて常に撮影もしてくれて世の中にも届けてくれてっていう番組だったんでうんいやもう感謝しかないですね 本当に。それで、ね、それこそ、まあ、大きな自然災害に、あってしまった時も、うん。東北もそうだし、熊本もそうだし、そういう時にも、すますまっていう窓口で何かを発信できたりとかもしたしね。うん。いや、すごい大きい。 場所だっったなっていいうふうには思いますよね、うん、でその番組の中でまあ最終的にはあの今からラジオでも流す曲を収録させてもらったんですけどその時にスタジオにスタッフのみんなが僕らのステージの周りにもう とんでもない種類の、とんでもない数の、生きた花をこう、ブワーッつって置いてくれたんですよ。うーん。ちょっとおかしくなりましたね。自分の、資格が。その一本一本のなんか、もう色も全部、種類も全部違う花なんですけど。いや、人に見えましたね。うーん。 それが誰っていうことではないんですけど、なんか、ステージ周りの花は人に見えた。うん、それはすごくびっくりしたんですけど、あやっぱり自分たちはそういう人たちがいてくれたから、こうやってやってこれたんだなっていうふうにもう一回、うん、思えたかな。